神社は、海の名を社名とする神社。山梨県内に三社がある。現在三社ある海の神社は、いずれも縁起式神明帳に、海の国山梨軍海の名神社と記載される、式内社の論社である。なお、その論社には、以下の、計四社がある。海の国府は、笛吹市春スガイ彫府、笛吹市三坂町国が、または、 笛吹市春日井町国府、笛吹氏市一宮町国部、東原笛吹。ただし国府跡は見つかっておらず推定であり、資料に欠けており定かではない。なお、戦国時代に武田氏によって甲府に府中八幡宮が建てられ、宗者としての機能は以降そちらが担った。論者は、海の国史などで古来より議論がなされてきたが、工学館大学の式内社調査報告では、 いずれがぜとも決しがたいとしている。海那神社は、山梨県笛吹市カスガ町国府にある神社。式内社論社、海の国四宮、海の国僧者論社。旧社家具は孫社。鎮座地周辺は、その地名の示すように国府があったとされる、推定地の一つである。江戸時代には、守宮、の守宮大明神という別名があった。これに関して、四の宮 または、国主の宮の変化とする説があるが、定かではない。慶安年間、徳川家光から車両発国が与えられた。春日井町の国府は、こうと読む。海那神社は、山梨県笛吹市一宮町橋立にある神社。式内社論社、海の国葬者論社。旧社家具は尊社。国府推定地の一つ、付近に鎮座する。 周辺には、一宮の浅間神社や国分寺、国分アマデ寺ートが残り、貝野国の中心地であったことが伺われる。貝野国史によれば、天正十年六月からの武大陵をめぐる、天正神後の乱において、相模国の北条氏直と徳川家康が海へ進行し、別当の多い節元川、北条方に属したという。このため、貝野名神社は、 徳川方の先手衆により襲撃され、消失したという。カエ神社には、神社全体を巨大な土塁で囲んだ、筑前原類跡が残されている、江戸時代には、新祖明神、林部宮、橋立明神という別称があった。明治40年、近代社格制度において尊社に、列格。かつて境内の本殿裏手には、橋立大杉という著名な大杉があったが、 昭和28年に古しし、現在は石碑が建っている。境内に数社神座。海那神社は山梨県甲府市にある神社。式内社論社。旧社閣は豪社。当社北方に立つあたご山山頂に鎮座していたが、永城年間に武田信虎により倉田に移された。その後天文年間に長禅寺が現在地に移るとともにその境内に移されたとされる。 古くは白山音源、白山神社と称していた。その関係で、現在の祭神は、くくり姫の地としているほか、文六年間に東青沼から浅間神が移され、共に祀っている。慶応四年から現在の海野名神社を称している。ありがとうございます。